はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうも、はい、ありがとうございます。今回この動画のテーマはこちら。はい、新日本プロレス元レッスルワン出身の新日参戦選手大予想。はい、ありがとうございます。今回は久しぶりに新日本プロレスをテーマにしたいと思いますと。まあ、新日本プロレスのテーマと言いましても、新日本プロレスはまだ、試合っていうのがですね、ここ2ヶ月間行われてないっていう中で、まだちょっと先通し、先通しがちょっと見えないような形なんですけれども、ちょっとですね、最近その、プロレスリングノアの方をよく見させていただいたりとか、動画を上げることが多いんですけど、やっぱり元レッスルワン出身の選手が、続々と、プロレスリングノアの方に、参戦してますよねと。しかも、すごい、インパクトを与えてですね、これはきっとこれからも活躍していくだろうなっていう、センセーショナルな、参戦の仕方をしておりますと。いう中で、じゃあ、新日本プロレスに参戦してほしい選手、もしくは参戦するだろうなっていう選手を、私レッスルワンの所属選手見ながらピーンと来た選手がいましたので、ちょっとその予想と根拠も含めてですね、簡単にお伝えできればなと思っております。今回予想させていただく選手は一人だけです。一旦は。はい。その一人をちょっと予想させていただいたんですけれども、これは間違いなく、新日本プロレスに参戦する理由、根拠、含めてかなり硬いんじゃないかなという予想で、まだ、新日本プロレス側としても、オフィシャルで発表してないので、ちょっとこれは当てたいな。ちょっと今年に入ってですね、ちょっと私の予想が、ちょっと外れが結構多かったりするんで、ちょっとちゃんと当てたいなと思ってですね、この動画を発表させていただきます。では、あまり引っ張ってもしょうがないですね。私がレッスルワン出身で参戦するであろう選手は、こちらになります。はい。その選手は、近藤修二選手。うおー、近藤修二選手というのは、1978年1月21日生まれの42歳という形の、で、元全日本プロレス、からレッスルワンにかけて、世界ジュニアのベルトをトリーノ、GH ジュニアトリーノ、アジアタッグトリーノっていうところで、華々しい活躍をしてる選手でございます。はい、ありがとうございます。ということで私の予想としては近藤修二選手を予想したいと思っております。まあ、先ほどちらっとお話したんですけれども、全日本プロレス、まあ、ジュニア、を代表すると言ってもいいだけの、結果を残している方です。全日本プロレス時代に、全日本プロレスのジュニアチャンピオンですね、世界ジュニア、取ってますし、その時に GHC ジュニアっていうノアのジュニアのベルトも取ってるんですね。っていうところで、メジャー3団体の、まあ、新日、全日、ノアっていう中での、ジュニアの、もう、グランドスラムを達成するためには、あともう新日の、IWGP ジュニア、あと1個だけなんですよ。そういったところも含めて、ぜひ近藤修二選手には、巻いてほしいなっていうところも含めて予想させていただいたんですけれども、まあ、他にもですね、この近藤修二選手がやって、てきた歴史っていうのが、確か最優秀タッグも取ってるんですね。年間通しての最優秀タッグと、あと、ベストバウトも取ってるんですよ、実は。新日本プロレスの真田選手が、一番名誉のある賞と言ってもはばからない、ベストバウトを取ってます。これ、どの時かというと、丸藤選手と戦った時ですね、ジュニアをかけて。で、その時に、まあ、負けちゃってる試合なんですけど、それが年間を通して最優秀試合、ベストバウトに選ばれてるっていう。やっぱベストバウトの試合を取る選手っていうのは、もう、間違いなく、すんごい選手ですよ。もう語彙力ないので、そういう言い方になっちゃうんですけど、もうとてつもなく、すげえ選手です。
なので、しかもジュニアという枠で、しかもジュニアのシングルで撮ってるわけですから、これはすごいことですよね、と。っていうところですよ。で、まあ、実際、1978年1月21日で42歳っていうところで、正直、最後の挑戦を、まあ、かけていく年齢としては、まあ、ちょうどいいのかなと。まあ、正直、プロレス界において42歳っていうのはもう一花、がっつり咲かせられるキャリアだと思うので、きっちりとここで、新日本プロレスでですね、やっぱりメジャー最後の、まだ参戦したことのないメジャー団体というところで、近藤選手頑張ってほしいなっていうところなんですけれども、私が近藤選手、新日本プロレスに、来るって予想した理由としては、一つが目的ですよね。先ほどお伝えした、ジュニアの、トライアスロンじゃなく、さっきなんて言ったっけ、グランドスラムか。ジュニアのグランドスラムを果たすための、あと新日ジュニアだけ、IWGP ジュニアだけですよ。っていうところと、もう一つが、今の新日本プロレスには、近藤修二選手に密接なつながりのある選手がいるっていうところなんですよ。二人います。二人。いや、三人と言ってもいいかもしれない。その選手は誰かというと、そう。元ドラゴンゲートのミラノコレクション AT 選手。これは、この選手と、近藤選手は元ドラゴンゲート時代にイタリアンコネクションという同じユニットで活躍してました。ほぼキャリアも一緒です。若干ミラノ選手の方が早いのかな。でも、ほぼ同年代で、すごく仲がいいって話も聞いたことがありますと。そして、もう一人が、岡田和親選手なんですよ。岡田和親選手の、元コーチです。鬼コーチも、ギッタンギッタンに、鍛え上げてたらしいので、ある意味、ジュニアだけではなく、それこそ今の、まあ、第3のつながりとして高木慎吾選手っていうのも伸びようと思ってたんですけれども、やっぱ高木慎吾選手と同等に、もう無差別級で活躍ができる選手だと思うんですよ。近藤修二選手っていうのは。だって元全日本プロレスのスワマ選手とのチームディストラクションっていうチームで、最強タッグ、準優勝もしてますからね。だったりするので、対ヘビーとの戦いもお手のもんだし、何よりも体がいかつい。あれ？これ、ジュニアじゃないんじゃねって思ったことたくさんある。すっごいいかつい体してるんで、それでジュニアなんでね、本当にジュニアの中で、しかもスピードもあるんですよ。スピードもあるし、ジュニア離れしたパワーファイターっていうところがあるので、今、新日ジュニアの中でパワーファイターっていうと、実は、翔選手か、一応パワーファイターっていうところで、出ますもんね、多分。まあ、筋骨隆々なんでね。それ本当の意味でのパワーっていうところでいくと、近藤修司選手ってもう自力がすごいんで、これはちょっとまたいい、翔選手からしても、目標とする選手っていうのが参戦してくれるんじゃないかなっていうところです。はい。っていうところで、かつコーチもやってたっていうところもあるので、下を育成する力っていうのも近藤選手はあります。なので、自分自身がしっかりと輝けるだけの、まだキャリアの幅も持ってる。そして、これからの更新を育てることもできるっていうところで、新日本プロレスからしても即戦力となれる、補強ができるんじゃないかなっていうところで、近藤修司選手を、僕はピックアップさせていただきましたというところですね。まあ、くしくもちょうど、ゴールデンウィークを明けて、今のところ中止が発表されてないシリーズはベストオブザスーパージュニアなので、そのベストオブザスーパージュニアに参戦選手として近藤修二選手が現れてくると結構僕鳥肌もんですね。間違いなく優勝候補といっても間違いがない選手になるんじゃないかなというところでございます。まあ、近藤選手がどこのユニットに属するかってのはまあ、この先の話でいいじゃないですか。一旦は新日本プロレスに近藤修二選手が来るんじゃないかっていうところで僕は予想させていただきました。皆様のお気持ちはいかがでしょうか？ね。もうね、もっと言うと全日本プロレスとか、それこそドラゴンゲートとかの時代から、近藤修二選手のポテンシャルっていうのは、もう、プロレスファンからしてもですね、やっぱり目を見張るものが
あった選手なので、やっぱりね、まだまだここで朽ち果てるにはもったいない選手なんでですね、きっちりと、まだまだ選手としての欲をきっちりともう一回湧き立て上げてですね、新日に参戦してほしいなと思っておりますというところです。ぜひ皆様のご感想を、この YouTube のコメント欄、Twitter のコメント欄、Twitter の DM 欄に直接ぶつけていただければと思います。そして、この動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集させていただいておりますので、こちらもどしっと私まで直接ぶつけていただければ、ちょっとお時間をいただくかもですけども、形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいて、これからも僕のこの、妄想プロレスチャンネルリターンズにお付き合いいただければと思います。ということで、最後まで見ていただいた皆様、どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェフでした。またね、バイバイ。はー。